ハウス。今僕の中で枯れゆくまだ小さな心の種。カフェスーリル。辛いことや悲しいことがあっても私笑顔でしんちゃんのことを励ますから。そんな風に甘えさせてくれちゃうから、私はますますわがままになるんでしょうが。そんなに急いで大人にならないで。私の方が置いていかれそうで怖いの。叶わない願いを願うことほど辛いことはないから、それなら願わないことにしてるの。スーリル6月24日発売予定。桜結び、ガーデンなどでおなじみのカフスによる女の子たちとのひと夏の恋愛を描くハートフルな物語。カフェスーリル。原画ガヤロエレット、夏目エリ。シナリオ秋月ヒロ、大三元、村田真由紀、志村なゆた。音楽ピークアソウルを迎えた豪華スタッフでお送りします。カフス第6弾作品カフェスーリル、どうぞご期待ください。私と一緒に笑顔を取り戻しませんか。あの頃のような笑顔を。詳しくはカフスのウェブサイトにてご確認ください。